私がこの建物を見たのが3年前にご縁がありまして、この建物を見させていただいたんですね。築100年っていうふうに聞いておりましたので、すごくこう風情のある、でも一部やはり壊れている部分とか、震災にあって床の間、床脇の部分がバリッとこう割れた状態になってました。それを見た時に、なんとかこの建物を蘇らせたいなっていうふうに思ったんですね。サウリアにお集まりいただきありがとうございます。僕はずっと東京で音楽活動というか、舞台でオペラなど、老人ホームに回ったり、そういう、舞台活動をして、亀岡に帰ってきて、コンサートをやったり、そういうことをしてたんですけども、ずっと、コロナとかの影響でこっちになかなか帰ってこれず、ずっと続けてみたこともなかなかできなかったんですけど、今こうやってサオリアンという場所で歌うところに用意していただいて、社長にはとても感謝してるんですけども、これからいろんな人を招いて、神岡の今までずっとコロナの影響で何かできなかった人とか、そういう方たちを招いて音楽活動をしてもらったりとか、ここでコンサートを開いてもらったりとか、ダンスをしてもらったりとか、あれしてもらったりとか、いろんなジャンルの方たちをお招きして、1ヶ月に1回ぐらいできたらいいかなってすごい思ってるんですけど、いろいろ、都合とかもあるので、そこまではできないかもしれないですから、コーヒー飲まれてる間にコンサートとかでもいいと思ってて、それで、これから僕はここでカフェをやる、カフェというかサボをやりながら、コンサートも自分自身ここでも歌わせていただこうと思いますし、やっと、歌える場所が、しかもマスクももうなくていいっていう、本当に僕フェイスシールドみたいなのつけて歌ったこともあったので、もうとても歌いづらくて大変でしたけど、だけど今こうやってマスクを外して歌えてることがとても幸せなことなんだなってすごく思います。やっと皆さんにお聞かせできる日が来たので、ちょっと今日は曲数が少ないんですけども、お楽しみください。最初に歌う曲はですね、玉置浩二さんのメロディーという曲なんですけども、この曲は、歌ってれば歌詞が分かってくるかなと思うんですけども、何かこう思い描きながら聴いていただけたらなって思ってもしもしで玉置浩二さんはオペラとか何でもなくて、普通の J-POP っていう普通の普通じゃないけど歌い手さんなんですけど、で僕が歌うとどういう感じになるのかみたいな、ちょっと楽しみながら聴いていただけたらなと思います。あんなにも好きだった君がいたこの街に、今もまだ大好きなあの歌は聞こえてるよ、いつも優しくて少し寂しくて、あの頃
捨てを見つめてたよ。懐かしいこの店の ですけども、よく教科書に載ってた曲で、桜の歌が何か歌いたい。春の歌。あ、これやと思ったのが花という曲なんですよ。で、この曲は皆さんもよかったら口ずさんでいただけたらいいかなと思うので、この曲を選ばせてもらって、僕は、小学校、3年生から、少年少女合唱団に入って、そこでこういろんな歌をやってきた。この歌がすごく好きで、で大人になってもその時はやっぱりその合唱曲っていうイメージだったんですけど、でもこれを一人で歌ってもすごくいい曲で、なのでぜひまた改めて、皆さんも多分歌詞わかるかはわからないですけど、間違ってもいいので、もしよろしければ、せっかくコロナもマスクもなくなったので、皆さん歌っていただけたらなと思います。いつでも歌ってください。
まあでもあのせっかくねこういう衣装を着てるんでやっぱ歌わないと締まらないかなと思いましてあのこれも教科書に多分載ってる曲かな載ってた曲はい「オーソレミーユ」という曲で歌いたいと思います。Scene, scene.